ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく話題の B 級グルメが味わえる塩川に到着いたします。お出口が左側です。庶民の町として栄えた塩川は、河川とともに発展を遂げた深い歴史がある。はい、町中には温泉も展示されています。また、ここでしか味わえない話題の B 級グルメ、塩川とぎもつもぜひご賞味ください。なお、停車時間が短くなっております。お降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。あ、また。
次は終点、サムライシティアイスアトマスです。
Thank you.
乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点サムライシティ会津若松に到着いたします。会津若松市のシンボルである鶴ヶ城は国内唯一の赤瓦の天守閣で、甲冑姿の侍が皆様のお越しをお待ちしております。また特産品の赤べこやエロウソクの絵付け体験、ご当地グルメのソースカツ丼やカレー焼きそば、そして鳴門町通りの街歩きスイーツなど、会津若松市の街歩きをお楽しみください。会津若松駅からは街中周遊バス赤べをご利用いただくと便利です。詳しくは会津若松駅係員観光案内所にお尋ねください。この列車は2番線に到着いたします。お出口は右側です。なお7号車はホームが少し低くなったところに停まります。7号車からお降りのお客様は足元に十分お気を付けください。またこの列車はお客様が降りられますと帰りの準備のためにすぐに移動します。お忘れ物落とし物なさいませんようご支度をしてお待ちください。お乗り換え列車をご案内いたします。快速列車の郡山行きは1番線から14時8分、普通列車の郡山行きは2番線から15時6分、内陸田島行きは4番線から13時40分の発車です。本日は森と水とロマンの鉄道C61 断熱物語号にご乗車くださいましてありがとうございました。皆様のまたのお越しをスタッフ一同お待ち申し上げております。いってらっしゃいませ。Thank you.